全然そんなことない、体重変わんないんですけど。見た目的にかなり痩せてるのかな。まあでもね、痩せました。冬よりは冬だ、これからね、多分蓄えるんじゃないですか。貫禄が。はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。はい、お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。今回は、ま、ストーリー仕立てなんですけれども、私が、ま、お手伝いさん、家政婦さんになって、旦那様のお世話をする。お疲れの旦那様の部屋にこう行った時に、みたいな、いいではないか、いいではないか。あ、おやめください。家政婦は寝てたんです。テレビの大活躍でございまして、着いたならば。はい、独です。いかがですか、ご自身で。キャッチーなこうあだ名がついて、ラッキーっていう、すごいありがたいなって思ってます。お仕事も増えたんじゃないですか。あ、もう本当に、すごい暇だったんですけど、もう暇すぎてずっと食べてばっかりいたんですけど、最近逆に規則正しくなって生活が。で、なんか友達すごい増えたんですよ。あの子本当に食べるの、そんなにって言って、ご飯行こうよみたいな。で、ご飯連れてってもらっていっぱい食べて帰ってきたりとか、超助かるんですよね、食費。なんか正月に向けて蓄えるというよりも、正月は美味しいものがいっぱいあるんですよね。だから自動的なシステムで、それは大体またちょっと今回もちょっと10キロ台ぐらいプラスかな。でも結構今マックスの体重とそんなに変わってないので、こっから10キロいってしまうと、もはや私は人前で脱げなくなってしまう気もするんですよね。ただ最近あのベビーカステラが常に売ってる屋台が出てるところを教えていただいたので。あと経歴詐称されてらっしゃいましたけども。経歴、あ、プロフィールね。プロフィールは、プロフィールっていうのは、あのアイドルさんとかのプロフィールっていうのは夢じゃないですか。それをね、やっぱ壊すのはね、まあ、見ればわかると思うんですよ、あいつ違うなって。ただ私一つ言いたいのは、本当に72であって、こいつウエスト絶対72になって細いわけないだろ、100センチオーバーだろって言われるんですけど、ちょっと72センチなんです、これ本当に。そう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 、ここが150センチぐらい、そこの辺は100、うん、ぐらいなので、その辺は本当に72センチですって。次回からじゃあこれ3サイズは、じゃあそちらの3サイズ。あ、いや、あの3サイズは交渉の、は交渉で夢なので、夢と希望なので、まあ、いつか戻るかもしれないという希望も込めて、それはあのやっぱ現実と夢は別だと思うので、ドリームですね。はい、偽りの人生をずっと生きてらっしゃると思う。希望です、希望。はい、夢を与えてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。